国家魔導最終兵器少女、アークローは、司による日本のライトノベル。イラストは有言が担当している。富士見ファンタジア文庫から刊行されている。今回の作品について、著者の司は、自身にとって初めてとなる完全なファンタジー世界での話となると述べている。今までの作品は、ファンタジーの要素がありつつも、 舞台は現代と地続きのものだったとしており、一から世界を作っていく工程は、とても楽しかったと述べている。またタイトルについては、様々な経緯があったものの、アークローの部分に関しては、基本的に変わっていないとの趣旨で本作が、出来上がるまでの経緯を語っている。なお、覚えづらい場合は、アークローと覚えていただければと述べている。かつてこの大陸に存在したとされる巨神たち。 その巨神の紙袋を用いることで開発された巨大魔導兵器巨神は今までの戦争に大きな変化をもたらした。そんな鏡神を開発、運用する世界最大の軍事国家エルファレスの第三皇帝エルク・リードエルファレスは隣国フレアリアで自身の身分を隠しながら生活をしていた。エルクは エルファレスとフレアリアが長きにわたる戦争を止めるべく、不可侵条約が締結された際、フレアリアに差し出された人質なのだった。そんな世界に殺意を抱くエルクだが自身に、それを叶える力はなく、ただ無意味な学園生活を送るのだった。ある日、エルクは、クラス内、序列1位で、フレアリアの数少ない戦略級魔同士でもある、ミラルビーレッドが、エルクの幼馴染みで、エルファレスにいる。 はずのイスカカリバーンに襲われている場面に遭遇する。ミラを守るべく助けに入ったエルクだが、イスカの圧倒的な一撃に窮地に追い込まれてしまう。さらにイスカはエルファレスでクーデターが起こり、エルクも殺害の対象であることを告げる。いよいよ殺されるその時、ミラが運んでいた荷台の中で一人の少女が目を覚ます。彼女はクレアリアが退去信用に開発していた秘密兵器、 巨人だったのだ。故郷を失ったエルクは世界を殺すため、巨人の力を手にするのだった。富士見ファンタジア文庫より観光。ありがとうございます。